香です。ピンクラテ TV 始まるよ、イエーイ。はい、今日の企画は私の一日密着です、イエーイ。今日はピンクラテ TV の撮影がある一日なので、今から静岡から東京に向かって撮影をしたいと思います。まだ朝で支度を何もしていない状態なので、今から支度をして出発したいと思います。最後まで見てくれると嬉しいです。それでは私の一日密着スタート。朝ごはんを食べます。いつもサラダと目玉焼きと、まあ、ウインナーの時もあるんですけど、ハムとヨーグルト、あとパンはマフィンの時と食パンの時があります。今日はマフィンなので、片面に蜂蜜と片面に目玉焼きを乗っけて食べます。スープはたまにつくことがあります。いただきます。じゃじゃーん。はい、今日はいろんなお弁当があるんですが、中にこんなものを見つけました。おー、絶対美味しいやつじゃん。これ卵サンド。ではちょっと食レポをしたいと思います。取れた。いただきます。おいしい。卵がちょっとだし巻きっぽくて、からしマヨネーズが効いてて美味しいです。おいしそう。お昼ご飯でした。クリモモちゃんがヘアメイク中です。今日は三つ編みですか。はい、編み込みをしてもらいました。かわいい。いつもこんな感じで自分でイメージしてきた髪型をヘアメイクさんに頼んで言ってもらっています。眠い。昨日ちょっとね、ゲームやってたんですよ。クリモモちゃんはゲームが大好きです。はい、荒野行動をめっちゃやります。結構周りの人っちとか飽き始めてる人もいると思うんですけど、でも私の周りの人っちは全然飽きなくてずっとやってます。夏ぐらいからやってるよね。ちょっと受験勉強あるんで、ちょっとセーブはしてるんですけど、ちょっとやっちゃってます。では頑張ります。撮影以上、ヘアメイク中のクリモモちゃんでした。バイバーイ。はい、メイク直しとヘアチェンジをするので、今から私はこの取れちゃったこの三つ編みの髪型から下ろして巻いてもらうようにしたいと思います。いつも髪型はどうやって決めるんですか。いつも髪型はその日の気分です。あと帽子があったら帽子が崩れないようにする髪型とかで考えてます。髪型の参考は誰参考にしてるんですか。えしてないか。はい、してないです。クリモモちゃんオリジナル。インスタグラムでハッシュタグで検索かけて、この髪型かわいいってやったりはします。じゃあヘアメイクチェンジに行きます。ゴー。よいしょ。いつも楽屋ではみんなでめっちゃふざけたり、音楽に乗って踊ってます。クリモモちゃんが最近ハマってるアーティストはどうですか。トワイスはまあもちろんなんですけど、最近はずっとアイズワンにハマってて、もう可愛すぎて可愛い。クリモモちゃんの推しは。推しは定まんないんですよ。まあモニョンちゃんとさくらちゃんとウィンチェちゃんとチェウォンちゃん、4人いる。めっちゃ可愛い。こうやって K-POP の話をいつもしたりとかしてます。次の動画は何ですか。次の動画は見ての通りクリスマスのプレゼント交換です。さあ皆さんはどんなプレゼントを用意したんでしょうか。ドキ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 。モモサンタです。モモサンタ、次撮影に行きます。行ってきます。このように休憩時間のようにいっぱい TikTok 撮ってます。あ、いい感じ。じゃあかける2でいきます。はい。お疲れ様でした。というわけで今日は撮影が終わりましたので、はい、今からキロに着きたいと思います。キロロ？キロロ？キロ、キロ。うん。アリアちゃんだよ。
も来たよ。ひみかも来たよ。帰るよ帰るよ。いや今日の撮影はかなりいっぱいあったね。なんか踊っていっぱいさやったよね今日ね。めっちゃ時間かかった。いつも通りの楽しい撮影でございました。これはいただきます。いただきます。みんなで言います。いつもはあんまり来ないんだけど、そうそう、たまたま今日はね、たまに来る。みんなで夜ご飯を食べに来ました。すごいおしゃれだよ。めっちゃ美味しい。美味しいスープ今日映ってる。シェアしよう、シェアしよう。いいよ、うん、シェアもして仲良く。めっちゃこれ彼女目線だよ。彼女とデートなのに使っていいよ。いっぱい使われる。今めっちゃ周りがうるさいんですけど、今みんなと別れて全部終わったので静岡まで帰ります。はい、今家に戻ってきました。ただいま。これで私の一日密着は終わりです。これからお風呂に入ってちょっと勉強して寝ます。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。